レベル5ですね。でも旨辛ですよね。辛辛じゃないから、はい、多分大丈夫。あ、なんか山椒の辛さあんま好きじゃなくて、ああ店員さん提供する側からでこっちがレベル1。はい、おお。シャイとかそういうのないんで。まあそう。ケンケン来んのかな本当に。まあ来なかったら。うん、もう一回もう一回乾杯しよう。お疲れ様です。ああ。うまそう。普通にうまい。うん。いいね、いいインサート撮れてる。うまそうなインサート撮れてる。うん。ああ、いいね。本当に美味しそうだね。え、これすげえ良くない？カメラ。いや、普通の。なんかすごいボケ感とか、ボケ感とか超いいじゃん。F 値低いのかな。業界用語やもん、ね、専門の用語やもん、ね、カメラマンすぎるよ。F 値低いのかな。そのマジレスはやめて。わあ、うまそう。でも本当に。あ、いいね、崩すのいいね、いいね。あ、いいね。うわめっちゃ跳ねてきてる。取れない。あ、色の違い。やばいよ。こっちもこっちで赤いけどね。こっちオレンジじゃん。まあ確かオレンジじゃない。オレンジで。オレンジで。こも赤い。まあ、まあ赤いね。確かに。確かに赤い、ね。すごい。あ、いいね。痛いよね。うん。うまいけどね。バカな席だと。痛い痛い痛い。熱い。じゃあなんかね、あのね、なんていうの、辛く感じないのよ。痛い痛いのよもう。ああ。やっぱ耳遠くなるわ俺辛いの食べると。マジで。いや僕汗がやばい。いやこれやばい。やばい。これね多分ね酒飲んでたらめちゃめちゃ酔っ払ってると思う。ガンガン飲んじゃう。あ、そうかそうか。なんか味が違う。あ、涙出てきた。ライスもお盛りください。あ、なんかさ、あの、そう、おしんこ的なのね。たわけね。うん、鈴木さんとなんかディスカッションって、周りからそう見えるけど、そディスカッションして。よくこれ多分、肉団子めちゃんこ辛いと思う。ね。もういけるでしょ。もう、そっちに。火止めていい。まさに見えない。まあ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 。おい、おい、そこ入れんなや。まあ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 。まあ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 違うものだ。あ、やばい。いや、お姉さん。あの、お姉さんね、多分ね、ちょっとね、あの、いかれてますか。あの、お姉さんね、多分ね、ちょっとね、あの、いかれてますか。いや、普通に、お姉さんたちやばいです。だって。ジュンコリア、ジュンジャパン。
それはナムルブレイク、ナムルブレイクでしょ。ナムルブレイクっていうの、この横のやつ。あ、最高。ナムルで何とかね、そっちやもなる。あの、ちゃんと教えて。レモンの味わいもあるお姉さん、ちなみに7辛ってどういうレベルなんですか。お姉さんでも辛い、すいません、何も感じない。チートだ、チートだね。なんで分かんなかったの。バカにされてます、バカにされてます、バカにされてます、バカにされてますよ。すいません、姉ちゃんね、僕ないっす。おう、はい、ケンスケ、どうも、ケンスケです。あ、はい、あの僕のプレイの、あ、そうですね、プレイとか、作詞作曲、アゲインとかを使わせていただきます。はい、あ、怖い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 、全然怖くない。あ、本当に、うん、じゃあ、いただきます。すいません、なんか、あ、いいね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 、全然いいよ、全然いいよ、いただきます。気にしないで、うん。は？は？睨んでる、睨んでる。どうした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 。どうした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 。一瞬顔やばかった一瞬。もう涙出てきた。これやばいね。一気に熱くなるのこれ。でしょ。これなんなのこれ。これは鬼鍋です。鬼です。俺もう次いけないもん。もう一個下げたら1万円ぐらい。もう一個下げたらちょうどいいかも、うん、もう一個終わる。もう一個下げたら辛いね、美味しいね。これめちゃめちゃ辛いけど、粉が辛くしてるんですよ。粉はどういう感じで深くしてるんですか。カプサイシンだけど、そんなノリで、そんなノリで。いやでも、え、感覚って、お姉さんちょっと汁味見して。これ多分、いやでも残った長くないじゃないですか。ちょっと 汁味見してみません。いや、いいですよ、全然。そんな、え、これ多分分かんないですけど、あ、なんか面白いの、私はメソンさんの感じがすごい羨ましい。いや、マジで言ってんの。ダメだ。はい、後書きでございます。今日は3月7日土曜日かな。昨日のね、プロのメイクさんにしてもらっている動画、コメント欄に面白いのもいっぱいありまして、なんかヒョク君は一生老けないサプリを飲んでいますっていういや、あったら飲みたいよあったら飲みたいな、ちょっと紹介してほしいいやでもありがたい限りですね、はい、今日の動画もですね、あのたくさんコメントしてくださったら僕見て、また次の動画のね、後書きとかでも紹介できたらいいなと思っております。ということで今日はこんな感じで終わると思います。失礼します。